平野紫仕様の再デビュー曲が K-POP 路線でジャニーズ2部し、飛べの勢いが音楽業界を席巻。こんにちは、音楽ファンの皆さん。今回は、驚きと期待が入り込んじる最新の音楽シーンについてお伝えします。ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新たなエンターテインメントプロジェクト、飛べ。 トビーが今や音楽業界を席巻し注目を集めています。トベは様々な才能を持つアーティストたちが集結し新たな音楽の波を起こしています。その中でも今回特に注目すべきは元キングプリンスへの平野使用氏の再デビューに関する情報です。彼が K-POP 路線で新たな音楽活動に挑戦し、 その成功を収める可能性について詳しくご紹介します。とべの加入者たち。とべは、元 V6 の三宅健氏が加入を発表したことでスタートし、その後、平野志陽氏と神宮寺雄太氏が続きました。さらに、元ジャニーズ JR 内グループであるインパクト大勢の7人も、新たなグループ E、AP、として加入を発表しました。 これにより、とべは多彩な才能を抱えたアーティストたちで満ち溢れ、その音楽プロジェクトがますます注目されています。イムプエの念願のデビュー。イムプオをジャニーズ事務所に所属していたにもかかわらず、ジャニーズ時代には CD デビューすることが叶なわなかったメンバーからなるグループです。しかし、18日に世界配信されたデジタルシングル、クルージン。 クルージンにより、その夢が叶いました。さらに、この楽曲は K-POP 界で有名な複数のクリエイターたちによって制作されたということで、そのクオリティは高いものとなっています。平野紫耀の新たな音楽路線。平野紫耀氏の再デビューが話題となっている背後には、彼の音楽活動における新たな方向性があります。 かつてはジャニーズ事務所で活動していましたが、今回のトべでの音楽活動は、K、K-POP 路線を模索するものとされています。なぜなら、平野志耀氏は従来のジャニーズの楽曲路線ではなく、自身が追求したい音楽が K-POP に近いものだからです。この新たな音楽路線に挑むことで、彼は、ジャニーズ潰し、とも言える存在として注目されています。 トべの資金力。トべの成功の鍵として挙げられるのが、その潤沢な資金力です。三宅健氏、平野志洋氏、神宮寺祐太氏、イムップのファンクラブ会費は、それぞれ入会時に、6200円という高額なものです。さらに、会員数は計30万人を突破し、18億円以上の資金がトべに蓄積されたと言われています。 この資金は製作費として活用され、高品質な音楽作品を生み出す力となっています。平野志耀氏が再デビューすれば、その楽曲は驚異的な売り上げを記録することでしょう。戸辺の快進撃が音楽業界を席巻。渡べは多彩なアーティストたちが集結し、新たな音楽プロジェクトを展開しています。 その中でも、平野耀氏の再デビューが注目を浴び、K-POP 路線での活動に期待が高まっています。潤沢な資金力と才能あるクリエイターたちの協力を得て、飛べの快進撃が音楽業界に新たな風を巻き起こすことは間違いありません。今後、飛べからの音楽作品がどのような成功を収めるのか、音楽ファンとしては目が離せない状況と言えるでしょう。 ジャニーズから新たな才能が排出され、音楽シーンに新たな刺激がもたらされることを期待しています。結論。飛べプロジェクトが音楽業界に革命をもたらす可能性を秘めています。滝沢秀明氏の指導のもと、多彩なアーティストたちが一堂に会し、新たな音楽の地平を切り開いています。 特に平野市用紙の再デビューは K-POP 路線での成功が期待され、ジャニーズ事務所を離れたアーティストたちがトベに加入する動きも活発化しています。これからの音楽シーンがますます魅力的になることは間違いありません。音楽ファンとしてトベの快進撃を注視し、その成長を楽しみにしましょう。読者への挨拶。音楽ファンの皆さん。 この記事をお読みいただきありがとうございます。飛べプロジェクトが音楽業界にもたらす新たな展開について詳細にご紹介しました。今後の音楽シーンでの飛べの活躍に期待しましょう。音楽の魔法は私たちをいつも驚かせてくれるものです。